引退のイメージは寂しいことだと思ってましたけど、今引退するって出して、まあ、自分自身がすっきりしてるのと、周りの人がかけてくれる言葉を見て何にも寂しくないし、はい、なんかやりきれたっていうものが自分の中にはあるので、まあ、引退することってなんか幸せだなっていうのは感じてます、はい。いいですか、じゃあ。お願いします。はい、はい、大丈夫です。じゃあ、お願いします。お願いします。まあ、いろいろあって、まあ、自分の中でサッカーをやってる以上は、上を目指して、毎日成長するっていうのは、日々心にあって、で、まあ、その中で、まあ、ワールドカップの落選っていうものが大きくフォーカスされがちなんですけど、まあ、本当に昨シーズン1年間通していろいろと悩むことが多くて、まあ、怪我のことだったり、まあ、アーセナルっていうトップチームでなかなか出場機会を得られなかったりっていうのがあった中で、なんか、それってじゃあこれからも自分が今まで求めてきたサッカー選手っていう姿でサッカーをできるのかって自分に問いた時になかなか難しいなっていうふうに感じて、はい、決めました。まあ本当に1年1年って中でも、やっぱりワールドカップっていうものは自分にとって大きくて、まあ、この間行われたワールドカップを出て考えようって正直思ってて、で、まあ、その1年後にパリがあるっていうのも分かってた中でも、本当に今回のワールドカップっていうのは自分の中でものすごく大きなものだと思ってたので、まあここ数年、前回のワールドカップが終わった後ぐらいから、まあ大体こんくらいだろうなっていうのは考えてました。なんとなく本当に3、4ヶ月悩み続けて、で、まあ、相談する人する人にもったいないよってずっと言われ続けてきてた中で、まあ、やだ1枚目ね1枚目開始3分半ぐらい、うん、今びっくりした3分8秒見えた時計がこの まあ、もったいないよって言われてた中でも、でもまあ自分のその理想のサッカー選手でいられなくなるっていうのもあったし、まあやっぱり応援してくれてる人の期待外れなプレーはしたくなくて、はい、それで決めました。まあ、正直昨日発表するまではなんかこれが正解なのかも分かんなかったし、なんかどういう反応されるのか、まあ自分の周りはもったいないよっていう人が多かったので、まあ少し不安もあったんですけど、まあでも発表してからは割とすっきりしてて、本当にたくさんの人に応援してもらってて、
なんかありがたいなっていう気持ちと同時に、うん、なんかサッカー選手で入れて幸せだったし、うん、このタイミングで発表できてよかったなっていうのは思ってます。やっぱりさっきも言ったように、うん、その最後の部分はみんなも気にしてくれてたし、うん、まあ自分も悔しかったし、うん、本当に最後にその姿を見せれなくて申し訳ないなっていう、うん、ふうに思ったんですけど、でもまあ全体的に見ても、やばい。ああ、ロープ立ちました。まあ本当になんかたくさんの人に、うん、人に恵まれてたし、うん、誰もができる経験じゃない経験をたくさん。うん、サッカーってものにさせてもらえたので、まあ、そこは本当に幸せだったし、うん、なんかネガティブなことで終わりたくなくて、やっぱりね、なんか旗から見たらワールドカップ落選したから投げ出したじゃないけど、そう捉えられてもおかしくないタイミングだとは思うので、まあはい、なんかだからこそ、うん、なんかそれだけは分かってもらいたくて、はい、書きました。まあ、ただ、うん、まあ、好きなことをやってきて、でボールサッカーってまあボールがないとできないし、うん、って中で、まあ、ボールを触り続けた結果、うん、自分が今こうなってると思うし、うん、まあさっきも言ったように本当に今までの選手だったり、うん、スタッフ監督っていうのにはものすごく恵まれてて、まあ、自分のこのちょっとわがままなプレーっていうか、うん、を受け入れてくれる人たちだったので、もうそれが、はい、相まってそうなったのかなと思います、うん、まあドイツに行って最初、うん、本当に体の変化する時期で、うん、なかなか怪我も多くてっていうのはあるんですけど、まあ、今振り返ったらドイツで優勝させてもらうこともできたし、まあ、サッカーってものの厳しさ、うん、その戦うことの大事さっていうのも学べたし、うん、まあ、19で出た時に言葉もわからない環境で生きていくってものすごくタフで大変なことをやれたから、たくさんのことを学べたなっていうのは思うので、一回日本に帰ってきてもう一回出るっていうふうに思えたのもそのドイツでの経験があったからだと思いますし、まあ海外に出ることが自分にはまあ合ってたというか、うん、まあ、全員が全員そうとは思わないですけど、うん、出てよかったなっていうのは、はい、思ってます。まあある程度の範囲まではポジティブだし、うん、多分楽しいことが好きなので、うん、割とふざけてるのと、あとまあ日頃から、まあ、昔のなでしことかでも割と下で過ごす時間が長かったので、うん、なんだろう、いじられながらというか、うん、なんかそういうのはなんか体制があったというか、うん、なるほど、なんかものすごく、まあでも自分どうこうってよりかは本当に人、周りの人が本当にいい人たちで助けてくれてっていうものだけだと、まあ一個を挙げるのは難しいですけど、やっぱりポイントポイントであって、代表初ゴールはものすごく覚えてますし、アジアでしたよ、東アジアじゃない、日本で開催でっていうのは一つ大きいのと、
まあ、あとはその2015年のワールドカップは、まあ、優勝できなかったのでものすごく残念ですけど、それでも一日でも長くあのチームで過ごすために力になれたっていうのは、はい、まあ、いいゴールだったなと思います、はい、まあ、若い時からつけさせてもらってたので、やっぱり何番が好きかって言われたら10番が好きって思うし、澤さんの後、水尾さんの後って本当にすごい選手たちがつけてる番号だった中、素直に東京オリンピックって選手のキャリアの中でもものすごく大切なというか大きな大会につけて出れたことは、はい、幸せだったなと思います。本当にここ数ヶ月以外はすごい楽しかったし期待してもらえることの嬉しさなのか、プレッシャーもありましたけど、それを力に変えれてたとは思います。なんだろう、人に助けてもらいながら過ごしてたくさん怪我もしたし、本当に心配かけてたとは思うんですけど、自分の中ではなんか大したことじゃないというか、サッカーしてて負けたから悔しいとかの感情の方が大きくて、まあ怪我も重なったしって言われるのは悔しいですけど、でもそれでも、なんだろう、怪我が与えてくれたことも多分たくさんあると思うので、自分のキャリアの中で怪我ってキーワードあげたら、怪我っていうものが入ってきちゃうかもしれないけど、それでも自分は、なんだろう、そんなにというか、まあ、そりゃあんなやってたらするようなぐらいにしか捉えてないです。今の代表の子たちというか、まあ、ちょっと前、ゆいとか、りさとかもそうですけど、に、まあ、結果として何かを残すってことはできなかったけど、けど、海外に出た方がいいよっていうのは伝え続けてきてたことだし、まあ、東京オリンピックで負けた後、自分はもうロッカー入ってすぐにみんな出ろって言ったんですけど、はい、まあ、そういう、わかんない、それがどんだけつながってるかはわからないですけど、海外に出て学べる、強くなれることって絶対サッカーに関してはあるので、まあ、今後なでしこが強くなっていく過程の中で、自分は絶対に選手が成長することしか多分上に行くことはできないと思ってるから、だからまあ今こうして若い選手たちがたくさん海外に出てるっていうのはなんか嬉しいことというか、まあいい傾向だと思うし、だからこそなんかそういう選手たちにはみんな頑張ってもらいたいなっていうふうには思います。まあ目指すべき場所だし、当たり前の場所じゃないっていう中で若い時期から入れてもらってて、なんかまあ自分の中ではいい意味でも悪い意味でもいろんな考えを持って言ってもなんか当たり前の場所になってた中で、まあ優勝させてもらってすごい先輩たちをたくさん見てきて、本当に何だろう、その責任っていうものを背負えるようになってからものすごいプレッシャーもあったし、まあ、若い子たちが増えれば増えるほど上がどんどんいなくなっていくのが本当に寂しかったし苦しかった中でも、日本代表として戦うことってことがどんだけ価値があって、どんだけ難しいことっていうのを
だろう、まあ、結果が出なくなってきた頃にものすごく感じて、2016年とかそのあたりですかね、はい、うん、まあ、その中でも応援されてるし、うん、注目もされてるしって中で、まあ、チームがガラッと変わってきて、うん、まあ、本当に、うん、難しかったし、うん、はい、苦しかったですけど、うん、でもまあ自分は自分だから頑張ろうって思って頑張ってきてて、まあ若い子たちの良さだったり、その人間性っていうものがある中でもやっぱりもっとこうあるべきっていう自分の理想がある中で、まあ、時代が変わっていく中でそれが少し変わっていった部分もあったし、まあそういう葛藤の中でやっていく難しさはものすごく、はい、感じながら、まあでも代表って場所にいられた楽しさの方が大きいので、あそこは、はい、なんかうまくまとまらないけど、まあそういう感じです、うん、いやもう、言葉じゃ言い表せないというか、本当にもう人生がサッカーなので、うん、友達もほぼサッカー関係だし、つながってる人とサッカーは切り離せない、うん、ぐらいなので、もうなんか全てというか、なんかここがこうっていうものは全くないんですけど、けどやっぱりなんだろう、個人スポーツにはない楽しさが多分サッカーにはあるし、一つの目標に向かってみんなで日々やっていく楽しさっていうのは本当に幸せって、なんかもう使いすぎてるかもしれないですけど、なんかそれを自分の周りにいる選手たち、友達、先輩だったり後輩だったりっていう、本当に誰一人欠けることなく今まで一緒にやってきた人たちとやれてよかったなっていうのは、はい、心から思います。まあ、結果なのか何なのかわからないですけど、あの時のチームの雰囲気だったり、選手の感じはものすごく好きで、はい、なんかそれに一歩でも近づきたいって、うん、どのチームでもやってたし、うん、自分一人じゃどうしようもできないですけど、うん、それでもやっぱ自分にとってあのチームは、まあ、自分の立場もあった中でも特別だなっていうふうには思います。まあ、初めてある程度物心がついて、自分が立ちたかった場所を外から見て、まあ正直な話、やっぱり自分も関わってたチームで、でもあの場でメンバーに入ることができなくてって、まあ、悔しい気持ちしかなかったし、まあ見たくないって思いながらも、でもやっぱりみんなが頑張ってるのは気になってたし、でなんかまあ前半見て、見始めて15分ぐらいでつまんないっていうか、もう見ててもなって思って消して、でもやっぱ結果だけ気になってとかって、なんかつけたり消したりしてて、でもなんか日本にいることで、そのなんだろう、直で感じる
その女子サッカーってものの価値というか、うん、ニュースで報道されてる、うん、されてないとか、テレビがやるやらないのっていう部分は、うん、ものすごくなんか感じることができて、なんかだからこそ自分ももっと女子サッカーのために何かをしなきゃいけないって、うん、ワールドカップ中に思ったし、まあ結果ベスト8だし、うん、うん、まあうまくいってたとは全く思わないですけど、うん、でも多分想像してたより勝ち進んだなっていうのは、なんかこれで言っていいのか分かんないですけど思った中で、なんか結果をもちろんそうですけど、何かなんか心にくるグッとくるものを女子サッカーの選手たちにはなんかもっと頑張ってもらいたいし、なんかそれが何かって言われたらわからないですけど、けどまあ2011年の優勝がある限りもう期待値として高くなっちゃってるし、なんか自分もそこは現役中はものすごく苦しんだ部分ではあるんですけど、けどそれ以上のものって多分見てる人から見えると思うので、はい、なんか今のバスケとか見ててもものすごく感じるから、なんか必死にやってるし諦めてもないしっていうのはあるけど、けどなんかもっともっといいチームになって、もっともっとなんか人に結果以外の何かをもっと一般の人になんか与えられる存在にやっぱなでしこジャパンはなってほしいし、うん、なるべきだなっていうのはなんか外から見てて感じました、うん、いやもうやりたいって思うことがあんまり見つからないんですけど、うん、でも何でもやってみたいっていう気持ちもあるので、はいはい、なんか自分がパッて聞いて聞いたり見たり思って、うん、なんかちょっとでもやりたいって思えることは何事もチャレンジしたいなって思ってます。はい、まあ、うん、解説とかは、はいはいはい、なんか難しいし、はい、なんか自分はサッカーって本当に同じ時がないというか、うん、はい、1センチずれてて相手の位置が1センチずれてて、じゃあ相手のスピードがちょっとでも速くてってなったら同じ状況ってないって思うので、なんかそれを外からそのプレーに対してどうこう言うっていうのは自分はなんか好きじゃないというか、なんか肯定、なんかうまくいったらもちろん肯定というか、ただ拍手を送る、うまくいかなくても否定もしたくないし、うん、はい、その人なりのアイデアだったり、その人は絶対考えてやってるって思うので、なんかそこに自分が踏み込みたくないというか、はいはい、なので、うん、まあやってみたい気持ちがゼロではないですけど、うん、なんか自分にはその仕事は向いてないなとは思います、うん、まあ、うん、サッカーを言葉で表せない人間だと自分は思ってるので、はいはい、なんか、まあ、ボール持ったらというか、とりあえずなんか自信を持てる選手を作ってみたいとは思いますけど、うんうん、自分のプレーに、はいはい、でも向いてないんじゃないかなとは思います。まあ、怒られることも時には必要だとは思うんですけど、自分はなんだろうな、なんかじゃあ若い時からもう代表しかいないベレーザに入れてもらえたりとか、はい、
なんか壁に自らぶつかったというよりかは、うん、なんかぶつけられてた感もあるんですけど、はい、でもその中でもやっぱ少しできて褒められることって子供にとってはものすごく自信を与えることだと思うし、まあそれを壁を乗り越えるためにやれることって絶対あると思うので、まあ厳しい環境に身を置きながらなんかたくさん褒められる人になりたいというか、子供に対してはなんかそういう環境を作るというか何かができたらいいなと思います、はい。まあ、日本で得られることもあるとは思うので、とは思うものの、やっぱ海外に得て得られる刺激はサッカーでもサッカーじゃなくても確実にあるとは思うので、まあ、悩んでるならやりなよっていうスタンスなので、はい、だからこの今回引退するっていう決心も自分の中でついたんですけど、少しでもそうしたいっていう欲があるなら自分は何事もやるべきだとは思うので、はい、もう行きたい選手は行くべきだと思います、うん、まあ個人的には、まあ、本当に上を目指す集団でプロってあるべきだと思うので、うん、まあお金もらえてやれるラッキーっていうテンションで、うんうんうん、やるべきところではないと思っていて、じゃあそういう選手がどんだけ WE リーグにいるかって思った時に、そう思ってない選手も少なからず絶対いるので、まあやり方どうこうって分かんないですけど、じゃあチーム数減らして短期にして、じゃあアメリカがやってない期間にやってアメリカの選手呼ぶとか、多分いくらでも方法はあると思うので、なんかなでしこジャパンだけじゃなくて、本当に WE リーグの選手たち全員がなでしこジャパンを目指してやることが WE リーグの成長につながると思うし、やっぱり女子のスポーツって難しいだろうなって、はい、この国では難しいんだろうなって思いますけど、うん、けどサッカーする男の子はあんだけいて、うんうん、巻き込み方によっては絶対できると思うので、じゃあ女子の小学校の全国大会がなかったりとか、チームの全国大会がなかったりとか、なんかそういうそういう部分の改善もしながら、多分時間をかけて、うん、WE リーグっていうものが良くなっていくと思うので、うん、なんかそういう部分に関しては何かしら自分が思ったりできることがあるなら力に なりたいなっていうふうには思ってます。いや、パンが好きなので、うん、まあ、パン屋さんは魅力的な職業ではあるんですけど、はい、まあ、大人になって現実を知って、うん、早く起きるとか小麦が高いとかっていうのをちっちゃい現実的ですね知った今はパン屋さんは少しとは思いますけど、うん、けど本当に好きなパン屋さんが神戸にあって、はいはいはい、そのパンを勉強して作れるなら、ちょっと魅力的だなって思ってるのは一つあります、うん、で井本さんに関しては、はいはい、なんかまあ、井本さんには、はい、なれないにしてもイッテ Q は大好きなので、はいはい、いつかそういう感じのことをやってみたいっていうのは思います、ね、あのレスリングの大阪エリーと、はいはい、テニスの穂積エリっていう選手がいるんですけど、うんうん、はい、まあ、彼女たち2人と何か自分たちができることはないかっていう話をして、うん、まあなんかスポーツの良さをもっといろんな人に知ってもらいたいし、はい、その
なんだろう、もちろん勝負にこだわるスポーツの楽しさっていうものはあるんですけど、スポーツをやるっていうその体を動かす、じゃあ仲間と一緒に何かをやる、できないことができるようになるっていう楽しさをもっともっといろんな人に知ってもらいたいよねっていうのを話していて、でなんかサッカーだけ見てもじゃあ障害がある人たちのサッカーって何種類かあって、うん、なんかそれって本当にじゃあそういう子たちがどれだけ知ってるかって思った時に多分知らない人が多いと思うので、うん、なんかサッカー以外じゃあレスリングだったら体を動かす遊びだし、うん、テニスだったら道具持つとか、うん、なんかその3年でうまくそういうものを回せるようになったら、うん、もっといろんな子どもたちの将来を広げられるんじゃないかなっていう話をしてて、うんはい、まあ今後どうやっていくかってところはまたもっと詰めていかなきゃいけないところなんですけど、じゃあ本当にスポーツに関わる子たちがない子たちに何かそういう場を提供して、なんだろう、人生を豊かにするって言ったらちょっと、うん、なんだろう、大げさかもしれないですけど、本当にそうなってもらいたいっていう願いを込めながら活動をしていけたらいいなっていうのは3人で話して、うん、おお、そっか、これからっていうところなんですね。これからですか。すごい楽しみです。まずは本当に応援ありがとうございましたっていう言葉しかないんですけど、うん、まあ、その応援が本当に力になったし、はい、その応援のおかげでものすごく楽しくサッカーをできたなっていうふうに思うので、もうなんかありがとうございますっていう言葉しか出てこない、うん、はい、でもまあこれからもなんか女子サッカーをなんか一緒に盛り上げてほしいので、自分のこともまあ応援してほしいっていうのもありますけど、まあそれ以上になんか女子サッカーってものに対してファッションだったりその欲ってものを皆さんも一緒に出してもらえたら、多分それが成長する一つのきっかけになると思うので、女子サッカーってものが、そこは、はい、これからも継続してなのか、はい、お願いしたいなと思ってます。本当にネクストキャリアも含めて期待しております。本当にお疲れ様でした、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。あー今後の話で入れときたいこと、あ、そうですね、矢口さん的にも話したいことは大丈夫ですか、うん、まあ、だから、ピリオド、皆さんたくさんの応援ありがとうございました。